助演男優賞の発表です。助演男優賞は本木雅弘さんです。日本の一番長い日では邦画史上例を見ない昭和天皇役に挑戦、天空の鉢では原発テロの鍵を握る原発設計士役で圧倒的な演技力を披露しました。選考会では本木さんしかいないとダントツの得票で助演男優賞に決まったそうです。ブルーリボン賞では主演男優賞を2度受賞、助演男優賞は初となります。それではステージへどうぞ。賞状の授与は日刊スポーツの久賀悟記者です。賞状第58回ブルーリボン賞助演男優賞本木雅弘殿、あなたは日本の一番長い日で苦悩する昭和天皇を、天空の鉢では設計士の難役を見事に演じ切りました。取材の現場では記者に負けない鋭い質問を共演者に繰り出すなど沸かせてくれました。よってこれを賞します。平成28年2月9日東京映画記者会。おめでとうございます。地に足のついた吉田さんの後に、実は内心、非常に気の小さい元木が話します。ありがとうございます。現場でおそらく仕事をすると、実はこんなに不器用なやつだったんだっていうことを皆さん同じようにそういう感想を漏らすと思います。私の場合、真面目に演じているようで、ありますが、非常に毎回綱渡りを繰り返してギリギリのところで、なんとか、乗り越えているという、タイプの役者です。浅野さんや安藤さんのような自然体で、個性もはっきりあるような方とは違って正直言っておそらく、正統派に見えるような、なんとなくつまらない俳優の一人なんじゃないかというふうに、実は内心思っています。ですから、こうして褒めていただくたびに、心の中ではちょっとおろおろしているようなところがあります。そして、もう50になったんですけれども、今日も落ち着いていこうというふうに思ったら、こういう衣装になりました。実はこのジャケットっていうのは東北の刺し子の布地を使っておりまして、実際に80年以上経っているヴィンテージの生地で仕上げたジャケットです。一点物の中の、一部なんですけれども、今日は、あえてこれを、着てみることにしました。このジャケットを制作した方々は古くから受け継がれた思いと、その技術と味わいを、後世に残したいという思いで、制作されたそうです。その姿勢に敬意を示すとともに、個人的にはあやかりたいと思いました。映画作りもおそらく同じだと思います。多くの方々の思いが重なって、一つの作品になるという、そして、私は、毎回ごといただく役を背負うように、羽織っていくというような、そして、若干サイズも合ってないんですけれども、そういうようなちょっと、身の丈から少し外れた作品に出会ってしまうということも、多々あります。今回の、日本がおそらくそうではあったのではというふうに、自分では思っています。ですが、その関わる方々、そしてその関わった時間が、そしてまたそこで紡ぎ出したものが後世に何か残るようなものになっていけばというふうに思いながら、やはり真面目にやっていきたいというふうに思います。私は本当に15歳からこの業界に入っていて、世間知らずのまま育ってしまいましたが、作品を通じて本当に世間を知ること、そして新しい自分を発見することというのをさせていただいてます。これからも頑張っていきます。よろしくお願いします。本木さん、本木さんは現在
ロンドンに在住されているそうなんですよね。はい、その現地で生活はいかがですか。何か面白いお話があれば。いやいや、はい、全く英語もままならず、おそらく向いてないんだと思うんですけれども、まあ物価も高いですし、非常に過酷な生活を実はしてるんですけれども、その中でも、街並みに人並みに紛れて、バスに乗り、地下鉄に乗り、公園をプラプラ、一瞬でも歩くというそういうささやかな時間をご馳走として過ごしております。夏には日本に帰ってきて、また活動の拠点が日本になるというふうに伺ってるんですけど、期待させていただいてよろしいですかね。というふうに、さっきのブルーリボンの取材の時にそういうふうに申しましたが、予定は未定でございます。そうなんですね。まあ実は3人いる子供のうちの一番下が まだ5歳でして、それで、ロンドンに真ん中の長女がいるんですけれども、週末だけ帰ってくるわずかな兄弟の時間をちょっとまだ奪うのは早いかなというふうにちょっと、思ってきまして、もしかしたらもう1年続行するかもしれないというような、いずれにしても私はほとんど半分は仕事で日本におりますので、頑張ってやります。本当に原田さんには今回、ヒュッと拾っていただいて、このような幸運まで、こぎつけたというのがあります。本当に原田さんは役者に対する期待と理解っていうのが大きな方なので、これからも本当に貪欲に、皆さんが目をつけないところの作品っていうのを作っていただいて、有名無名問わず、たくさんの、役者さんたちをどんどん煽ってほしいというふうに思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。後ろのお席へどうぞ。すいません。すいません、後ろのお席の方へどうぞ。はい、ごめんなさい。